楽楽海運気学と駅なら鹿塾。それでは九紫火星の6月の運勢です。はい、九紫火星の人はね、今年年番も貫入でしょ。それでね、6月はね、月番の方も貫入になってきます。もう本当にもうどん底っていう風なので、ぜひ最後までご覧ください。6月節は6月6日から7月6日までです。はい、6月は21日に夏至、そして7月の4日と5日の間に彼岸切り替えがございます。はい、彼岸切り替えというのは、今まで宇宙は夏に向かっていたんですよね。で、ここで陽遁から陰遁に変わります。この時ですね、宇宙の気がとても強いです。ですから夏至と合わせて恵方参りがおすすめです。恵方参りについては動画がありますので、ぜひこちらの方をご覧ください。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をしてください。そして概要欄の方から LINE 公式に登録をしていただき、チャットで開運と打っていただきますと、こちらの開運気質に俺はなるという有料級の動画をプレゼントさせていただきます。はい、では6月の運勢です。それでは6月の九紫火星の3つのポイントです。はい。1つ目、運気の落ち込みが頂点に。2つ目、怪我や火傷に注意。3つ目、柔らかな自分を作ろう。はい、まずね、一つ目ですよね。まあ、貫入しているっていうね、この年番上、この一番下のところにいる時っていうのは、まず体調が悪い。で、体調が悪い時って機嫌も悪いですよね。もうイライラして、周りにね、怒り散らしてみたいな感じになります。あるいはもうね、怒る元気もないっていう感じにもなりますよね。もうこれね、今年の一番のどん底です。辛いところだと思います。その辛さとか怒りとかに集中してしまうと、うん、まあ、ボンミスとかも続きますよね。そこに意識がいっちゃってるので、私もよくあるんですけど、ね、なんかもう腹が立つこととか、うん、怒りとかにのことばっかりずっと考えながら、なんかこう家事やってたら、うん、約束忘れちゃった、そう、忘れ物しちゃった、そう、それで結局ね、相手の人とのね、その信頼が失われちゃうんですよ。約束を保護しちゃって、それで、あって後から気がついて、で相手怒らせてますよね。で、相手怒ってなかったりもするんですよ。しょうがないなっていう風に思ってくれてるパターンも多いです。なので、まあ、素直にね、謝れば大丈夫なんですよ。だけどそこでね、九紫の人って謝らないんですよね。そこで私にもね、こういう風だったみたいな感じのことをね、言ってきてね、さらにね、攻撃しようっていう風にしちゃうんですよ。で も言い分はありますよね、うん、もちろんね、私は悪くないとか、私にだってとかって、確かにすごく頭がよくって、うん、理論整然としてるので、うん、あ、そうだよね、確かにそうだよねって、うん、でも今それ言うタイミングじゃないよね。そう。っていう感じなんですよね。気持ちはわかるんです。気持ちわかるけど、そこでね、言ったらおしまいよっていう感じなんです。なぜそこでね、言わないができないかなっていうところ、これをね、やっぱり身につけたら、九紫火星の人は人生変わりますから、もう最後この6月で、それをやめる大チャンスが来てると。いうふうに思ってください。じゃあ運気の落ち込みは大チャンスだ。大チャンスですよ。でもこれ最後ですから、もう最後なんだからやろう。もうとにかくね、もうだって今まで何十年それで生きてきたっていうところがあるじゃないですか。でそれでみんな周りが離れちゃったんですよ。でしょ、だって周りの人たち見てくださいよ。あなただけですよ。九紫の人の周り、もうこの上司が嫌だとかっていう人たち、周り見てくださいよ。周りの人たちはそう思ってないんですから。あなたにだけ嫌な人だっていうことがないですか？あなたにだけ悪いこと言ったりとかね、ちょっとパワハラ受けちゃったとかっていうふうなことがないですか？なぜ？やったことが返ってきてるからなんですよ。ね、自分が嫌うから嫌われるっていう。そう。そういう法則ですね。です、です、です。はい、もうね、とにかくね、6月のね、運勢っていうのは、自分もね、状態が悪いから、この人嫌いとかっていうふうに思ったら、その人はいい人です。ね。なるほど。そう、もうね、運気がね、落ち込んだ時は、自分の見方がね、徹底的に間違ってるっていうふうにまず思ってください。あ、この人いい人だわっていう人は、案外いい人じゃない。ね。もう大体その人は詐欺師だったりするんですよ。
じゃあ、2つ目の怪我や火傷に注意と言うんですけど、うん、それもちょっとドキドキしちゃいますよね。ねえ、そうなんですよね。だからね、まあこれは本当に実際のね、火傷かもしれないし、恋愛とか、あ、この人素敵だなとかって思ったら火傷しちゃうよって、その人ね、もう結婚詐欺よ、恋愛詐欺よっていうケースもあるんですよ。あるいはもうお金で騙されちゃうとかね、もういい話かな、投資だよなんていう風に言われてね、お金を払ったら全然違ったとかっていう風になっちゃうんですよね。なので怪我っていうのもね、心ここにあらずなんですよ。向いててね、他ごと考えてて、もうあれ本当にもう許せないとかっていう思ってね、みかんとか向いてたりとかね、リンゴ向いてたりとかね、なんかした時にナイフ使っていたりしたら、もうそれでグサッていっちゃいますから、切ってる時は切るに集中ね。辛すぎます。本当に火をかけてる時にはね、ちゃんと料理に集中、そうっていう風にして、今に集中、今に集中、今に集中っていう風にやることです。常に心が過去に行って、はぁ、許せない、あの時こう言ってくれればよかったのにって言ってね、他人に向いちゃっていますよね。なので自分が火傷を負うよっていうことなんですよね。切り傷っていうのは自分の心がもう傷を負っちゃうよっていうことなんですよね。もう本当にさっきもね、吉野ちゃん、子供でもわかるでしょっていう風に、もう周りはね、見ていてハラハラしてるんです。九州の人たちにね、助け舟を出したいって思っています。ぜひ、もう無料相談もやってますので、ぜひ相談してください。3つ目が柔らかな自分を作ろうというところなんで、はい、まあ、イライラカリカリしてる時にどうやって柔らかな自分が作れるんだっていうのがみんなの意見だと思うんです。うん、どうやって柔らかな自分を作るんでしょう。ねえ、まず明るくなることかな。自分が辛い時っていう風だったら、まず休みましょう。本当に頭痛になったりとか、寒流の時っていうのは風邪をひきやすいんですよね。でも風邪をひいて、ただね、寝込むだけじゃなくて、多分喉が痛いとかね、熱が高いとかっていう風にもなると思います。まず休みましょう。まず自分の状態を良くしましょうね。そうするとね、やっぱり冷静になって物事を考えられるようになります。そして自分が辛い時に人を頼りましょう。周りはね、助けたいと思ってます。助けてくれます。辛いんだなっていう風にね、思って、周りはね、手を差し伸べたいっていう風に思っています。で、アイディアもね、なかなか湧いてこないです。いいような考え方ができないかもしれません。ですから、ぜひ周りのね、人に相談をしていただくといいと思います。九州の火星の人っていうのは、やっぱりまあ怒るとか感情的になるっていう特徴はあります。で、そして発散はしたいじゃないですか、やっぱり。だって、うんうん、腹が立つことに対して発散はしたい、ね、そう、それを感じてほしいんですよ。腹が立って発散したいっていう風にして、相手に向かって攻撃しちゃうでしょ。そうすると相手は感情があるから怒って離れちゃいます。で、もうリーカの時なのでね、駅の家で言うとね、やっぱりね、別れがすごく多いんですよ。それは自分がやっぱり攻撃したから相手は逃げたっていうことになります。ですので、攻撃をするのをやめましょう。で、こちら側としては感情は湧いてきますよね。で、感情ってね、湧いてきたものをずっとずっとね、考えてると消えるんですよ。例えばもうイライラするなって、何でイライラするだとしたら、そのイライラをね、ずっとずっと繰り返しね、ちょっと思っていてください。1分もするとね、それ以上ね、そのこと考えられなくなります。感じ尽くすんです。感情は感じ尽くすと消えていってしまいます。あるいは全然違うことをしますね。なんかね、楽しいこととかっていうのをする、音楽を聴くであるとか、温泉行くであるとか、美味しいもの食べるであるとか、気分転換もいいと思いますよね。神社巡りするとか、そういうのもいいです。一泊のね、上に乗った時っていうのは神社行ったりするっていうのもいいのでね。一言言ってやりたいっていう、うん、そういう時もありますよね。あります。わかる。でも一言なんか言わないと気が済まないっていうのは、うん、言わない方がいいですよね。そうなんですよ。もうとにかくね、言ったことが返ってくるので、その時気が済みますけど10倍言われて落ち込むはずです。だったら、この未来を私がせっかく伝えているのだから、言わないをやってみてください。今まで散々やったよね。言って10倍返ってきて落ち込んだっていう経験があるので、したことが返ってきますから、こちら側が笑顔で優しくしたら、優しさが返ってくるんです。どっちがいいですか？優しいのがいいです、ね、優しく接してもらえる、自分を大事にしてもらえる、そんなねものを体験できるのって寒流の時ぐらいしかないんですよ本当にご褒美なんですよ、うん、ラストチャンス。そうです、ね、ラストチャンス、うん、朗報もありますよね、うん、ここがそこだってことは、そう、上がるしかない
もうね、これが最後ですから、もうこれ以上落ち込むことはないんですよ。もう一番下ですから。じゃあそんなの傷つき、はい、戦いに敗れた旧歯科生の皆さんを歯科塾では応援しております。そうです。無料の相談を受けたことない人は無料の相談が受けられますので、ぜひ、応援しております。来てください、相談を受けてください。はい、はい、では6月のラッキーフードをお伝えいたします。6月は誰でもできます。きゅうりのお漬物。夏野菜がだんだん美味しい季節ですよね。もう塩もみだけで美味しいですから、もうぜひやってみてください。もうね、ヒューって体がね、熱が冷めますから怒りもね冷めていきますので、まあ単純ですけど、うん、きゅうりの塩もみ美味しいですよね、はい、美味しいです、とても美味しいです。ぜひやってみてください。カッカしたらきゅうりの塩もみということで、はい、6月乗り越えていきましょう。新年度が始まりまして、はい、私のところにもですけれども、うん、お悩みとかね、うん、苦しみの声が続々と、うん、届けられているんですけど、鹿さんとかどうですか？ね、五月病かな。やっぱりね、学校入ったけれどもなかなか行けないとかね、あとね、もう入社式その日に辞めたっていう人もいたんだよね。あともう人事でね、本当に予測もつかないところに、うん、人事異動がありましたみたいな感じでね。ねえ、だからちょうどね、いろいろなね、やっぱり変化のところに来てるからね、うん、悩みの方多いと思います。日本は本当この時期悩む人激増するような気がします、うん、ね。5月病っていう風に病がついているわけなので、まあ、全体的にねそういうところがあると思いますが、まあ、初回私たち無料相談というのもやっていますので、ぜひぜひお気軽にね相談していただいたらなという風に思います。そして新しい講座も始まりますよね、はい、そうなんですよ。やっぱりね、過去からのデータでいろいろなものをね決定したり選択したりしますよね。で、これはねやっぱりね、脳の癖が変わらなければまた同じ選択をして同じ結果になっちゃうんですよ。もういろいろなところを勉強しましたね。占いから何からっていうこともいろいろなところに行きました。でも悩みがなくならない、人生変わらないっていう方たちがね多いと思います。ですから脳の癖を変えるという講座を用意しております。脳の癖って変わるもんなんですかね？変わるんですよ。例えばね、こう爪を噛む癖があるとか、いろいろ人の癖っていうのは自分は気づかない。だけど癖だというふうに認識をして、さらに知るだけではダメなんですね。行動が変わる。行動心理学だったり、いろいろな量子力学とか潜在意識とか、もう全部詰め込んだ最新の講座をスタートしますので。ぜひ行動を変えるチャンスですので、トライしてみてください。そしてライブもありますね。そうなんですよ。今年はね、全国にこの天の声の吉野ちゃんと私とゆかいちゃんと3人もね回っていきますので、ぜひ会いに来てください。まあ、トークあり、うん、当然歌ありなんですよね。6月ね、名古屋地元でやるんですけど、ツアーの第1弾、こちらは5月の29日にスタートです。なんと福島県の二本松の竹温泉というね、多分ね車じゃないと来れないようなところからのスタートです。時間は4時半開場で5時からスタート。空の庭リゾートという結婚式場なんですよね。二本松、そして竹温泉ということは松竹梅ということは、まあ、私たちが梅ということで、梅、新しいものを梅ということと、まあね、ディナーショーにもなっていますので、梅というふうに美味しいものを食べて、温泉に入って、そしてもう一日で、もうこれで本当にもう楽しくて幸せっていうふうにもう波動を浴びて、明日から変われる、そんなステージ、トークショーを用意しております。その他いろいろなところをね回るツアーの概要なんかも、載せておきますので、ぜひお近くの方に会いに来てください。